札幌、札幌、古代ギリシア語アッティカ方言、紀元前7世紀末紀元前6世紀初は、古代ギリシアの女性詩人である。出身地レスボス島で用いられたアイオリス方言では、プスサッポウと呼ばれる。名は、札幌とも表記される。札幌は、生前から詩人として著名であり、シケリア島の主落祭に、亡命の時期に彫像が建てられたという。 またプラトンは、札幌の死を高く評価し、彼女を十番目のムーサとも呼んでいる。ムーサとはアポロンに仕える旧柱の芸術の女神である。歴史学、パピルス上ではっきりしているのは、札幌はレスボス島で生まれ、紀元前596年にシケリア島に亡命し、その後、レスボス島に戻ったということのみである。に関する文献は少なく、 その生涯は、はっきりしない。紀元前630年から、紀元前612年の間のいずれかの年に生まれ、紀元前570年頃に亡くなったと考えられている。サッポは、富裕な商人である、カークイラズ・オブ・アンドロス、アンドロス島のケルキューラスと結婚したという伝承があった。しかし、ケルキューラスという名前は、現存するサッポの死に、 全く登場しない上、19世紀半ばに、歴史学者のが、カークイラズ・オブ・アンドロスは、ペニス・オブ・マンを意味する古代にイギリシア語という似た音になることを発見し指摘したため、この伝承は、歴史的事実でなく、サッポが同性愛と結びつけられることを踏まえた上での、創作による民間伝説であると考えられている。サッポは、彼女によって選ばれた、 若い娘しか入れないある種の学校をレスボス島に作った。また、様々な女性に対する愛の詩を多く残した。そのため、札幌と同性愛を結びつける指摘は、紀元前7世紀頃から存在した。札幌の学校では、文芸、音楽、舞踊をはじめとする教育が行われたと言われるが、具体的な内容についてはよくわかっていない。札幌の詩のうちの一部は、 それら生徒のために書かれたものである。同じレスボス島出身の詩人、アルカイオスとは、詩の交換などで交友があった。札幌自身は、アルカイオスと異なり、詩作において、政治と関わることはせず、主観の方向は、内的情熱に傾倒し、亡命の際以外、政治への関与は避けた。札幌の作品には五脚の三行と二脚の一行から、なる四行詞が多く、 この形式は、殺邦主体として知られる。またその詩の内容は、好んで恋愛を主題とする。古来、殺邦の作として、著名なものに、アプロディテへの参加がある。恋愛詩人としての殺邦は古代ローマ時代にもよく知られ、オイディウスは、助成詩、愛についての中で、今や殺邦の名はあらゆる国々に知られている。アルス・アマトリア、第28行と述べている。 その一方で後世には、札幌の作品は、大敗的であるとみなされ、様々な非難を浴びた。古代ローマ時代にも札幌は非難の的となっていたが、その後、キリスト教が交流し、キリスト教学が、独善的な性格を強めてゆくに従い、札幌の死は、反聖書的であるとされた。そして、キリスト教の力がエジプトにまで及ぶに至って、札幌の作品の多くが失われた。 当時、札幌の死は、エジプトのアレクサンドリア図書館に所蔵されていた。これは、アレクサンドリアが学問の都市であっただけでなく、キリスト教神徒や、東ローマ帝国皇帝が、無神論を含むギリシア哲学や観察に基づく、科学を聖書を冒涜するものとして、非常に迫害するようになると、ギリシアの学者たちは、キリスト教の力の及びにくい、エジプト属州へ逃げて、 学問を続っていたためである。三百九十年には、東ローマ帝国皇帝テオドシウス一世によって、同性愛の罪を犯したとする、ゴート人のギリシア学者を捉えるという名目のもと、テッサロニカの虐殺が起こる。しかし、そのエジプトにも、キリスト教の力が及ぶようになり、四百十五年には、アレクサンドリアで、ギリシア学問の学校の女性校長であり著名な、数学者。 哲学者、無神論者でもあった、キューパティア・キリスト教徒によって、裸にされて吊るされ全身の肉をカキの貝殻で、そぎ落とされて斬殺されるという虐殺事件が起こった。さらに、エジプトを統括する司祭の指揮の下、キリスト教徒は、アレクサンドリア図書館をも破壊し、蔵書を焼き払った。所蔵されていた、大量の貴重なギリシア学問やヘレニズム学術の成果がすべて消失し、 サッポの死もまた失われた。サッポの一部の死は、キリスト教徒の迫害を逃れてサーサーアーガーサ、ペルシアへ亡命した学者たちにより現在まで残っている。前述のようにサッポは、非常に女性同性愛と結びつけられやすかったため、現在では、サフィック、サッポ風のは女性同性愛者を、サフフィズムは女性同性愛を示すのに用いられる。また、 女性同性愛者を呼ぶ一般的な故障であるレズビアンもサッポがレスボス島出身であることに由来する。ちなみに英語でレスボス人はレズビアンと表記されるがこれはレズビアンのレズビアンと同じ綴りである。そのことから同等の現代の一般名称はミティリーニ等の名称に好んで変えられて呼ばれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。